生放送のんびりや。うわあ、使ったか。映しに来んのかな。ぶっ飛びカード使ってもよかったな。陽気日の瞳があって、かわいいな。怪しい目。吸い込まれて眠ってしまった。え、映さない。中央へカードも強そうやけど。転がってる。映していけばいいのに。2月か。はい。あー、エンマさんのラッキーバーガーか。1億もらってる。すげえな。なんか現れたぞ。こいつか。生ハゲやったっけ。冬に現れるんだよな。特急カードで。怖いな、これ。ちょっと早く逃げた方が良さそうだ。で、ぶっ飛びカード使って、ここの辺に来たら嫌だから、ちょっと早くヘリポートで逃げたい。西色。ちょっとカード使うわ。で、これ、延期はしない。もっといいカードがあるかもしれないし、まだ期限切れてないかもしれない。9アス、いけたか、ヘリポート。いや、ヘリポートいけねえな。ヘリポート。あ、ダビング駅あるじゃん。ちょっとダビングしとくわ。ダビングできるでしょう。行く。はい。ダビングしていく。これは、これか。休校周期。はい。これって、期間延長された休校周期なのかな？2本日になったって。いいね。もう先に急ぐ感じか。10億円カードってなんだ。初めて見た。3月。うんちが除去されたってことか。泣く子はいねえか。望みカード上くんだよ、絶対。あ、マジか、来るんか。マジか。勘弁してよ。やば。半分奪った。怖っ。これもうヘリポートさ、乗るのやめてさ、ちょっとぶっ飛びで逃げるわ、私。北海道だし、74マスあるし、さよなら。ウィークなよ。やめてくれよ。頼むよ、左下。まあまあって感じかな。うまい感じに逃げることができましたわ。はい、寝てる。生ゲーも嫌だったしね。私全然被害受けないんだけど。10億円カードって本当に10億円手に入るの？マジか、強くね？序盤引いたら。なんか知らないカードがいろいろあるな。なんかリスクとかあるんかと思ったけど。1825年、イギリスでロコモーション1号が40キロ入ったのが世界最古か。ヤシャ姫もなんか可愛いね。とりあえず私1億9200あるんだけど、これ目的地に着いたら普通にお金いっぱいもらえるしな。ほら、負けてるし。さっきの10億円カードとかもあるし。これはただ目的地に着いたらいいっていうわけじゃないな。泣く具合ねえか。これはもう私はまあ大丈夫だけど。よかった、逃げとって。52マスか、これでも。急ぐしかないよな、これで。なんかいい方法ないかな、この辺に止まってやるみたいな感じで。これ高いよな、スキー場とかだからな。この辺も下とか。まあ、まっすぐ急ぐか。上行って、左行って、上行って、左行って。あ、こっちから行くの。まあいいや、こっちで。あ、カードがなくなったか。まあいいや。急行カード寝てる。ただ上がった後、東北とか北海道の方に目的地がなったら嫌だよね。陽気比強っ。私が全然被害に遭ってないっていうのも変やけど。いいね、コシヒカリとかマイナスになってもさ、売られんからね。農林水産省は。農林物件か。多分今もそうやけど。マジか。物件飛びカードって強くね。もう一気にいけるじゃん。はい、新幹線カード。エンマさんかわいそうに、まあ、うまい感じに止まらないでしょ。じゃあ
ちょっと急行カードでいくか。いいね、結構いいマスが出た。ちょっとみんなと対戦したらどうなるんだろう。私勝てない気もするな。これ左の方が早いよな多分。あ、みんなとやりたくなってきたな。これこれはこれまで買っとくか。はい、ちょっとカードとかも買いたいからな。こう考えたらカードめっちゃ高いな。エンマ社長見てる。なんでそんなエンマをいじめるの。あと60マスあるよ。てか昔の絶好調カードってサイコロ5個振るんじゃなかったっけ。なんかだいぶ変わったんだね絶好調も。6月梅雨だ。はい、エンマさんすごいな。ラッキーバーガー、これ買っとくのもいいな。大体分かってたら。うおうおう、だっこはいねえか。新幹線か。この辺いいね、物件がいっぱいあるよ。こんな感じに。この辺あらかじめ見とった方がいいよな、絶対。なるほどね。全物件まとめみたいなやつ。動画出してみるか。もう出してる人いるかな。このカード多いね、この辺。いいね。ちょっとのんびり行くのもいいな、この辺。40マスカート。サイコロで行こう。そんな焦らんでいいわ。いろんなカード引く。メガネ、いやー、いい。一番上だけ買おう。2億手に入る。なんか勉強にもなるな。ただ全物件まとめやるにしてもさ、見せるの忘れてたら最悪だよな。中国地方か。うわ、もう一気に行っちゃったじゃん。うわ、一回流っちゃったじゃん。これはこれで良かったんかもしれん。ちょっと大阪近くにしてくれ。スワノって何があるんだろうね。6億か。上がったもん勝ちやな。なんか、陽気比絶対負けると思ったけど、10億円カードと、この目的地で一気にさ、来たよね。あ、新潟いいやん。私近いよ、めっちゃ。ちょっと戻ることになっちゃうけど。また、泣く子はいねえかが出てくるかもしれない。武器屋敷とかあるんだ。ちょっと行ってみたいな。また来るぞって絶対来るやろ。みんなこの辺におるから。ちょっと邪魔だったな。これカード、マスいっぱいあるし。ここか。そこまで急がんから、普通に、ちょっとサイコロ振るか。のんびり行こう。何のカードもらえる？エンジェルカードとかある。何？オールロックカードって。全部6になるってこと？なんか怖いロックカードっていうのあるんだけど、呪わせてから。いろいろ言ってんな。ぶっ飛びカード使うんだ、さっき。物件飛びカードじゃないんだね。物件飛びカードって1個持ってったらもう勝ちじゃねえ。お前近くに来やがったな。ちょっと見てみるか。え、しかもこれさ、カードさ、便利系とか進行系分かれてないじゃん。使ってからだと最高の出目が全て6になります。丸ってついてるのはあれか、多分もう1回できるよみたいな感じか。だから2612とかになるってことか。なるほどな。ああ、これはどうなの？何がある？この辺買っとった方がいいんかね。目的地着いた方がいいような気もするけど。目的地目指すか。夏だし。悩むね。物件でも買っとった方がいいような気もするけどな。あ、ちょっと目指すか。先に上がらせてもらおう。上がった方が絶対お金いっぱいもらえるし。いやー、杉の銀次じゃん。サザエか。全部マジか。あ、でも、早めに杉の銀次引いとってよかったと思えばいいんじゃないでしょうか。なんか最初の杉の銀次って全額持っていくイメージがあるから。いや、物件買っとけばよかったな、これ。頼むよ。私、ない。買ってない。銀次収入。はい。陽気比さん。あなた強すぎます。ちょっとこれ上がらんやいけんな。ちょっとカード使って、急行周期使っときゃ。6。1、2、3、4、5、6。マイナス駅もあったしね。
へっちゃらカードいいね。マイナス駅に止まってもへっちゃらになる。陽気日の、あれか。ちょっと期間延長カードもったいないけど、休校週休に使うか。本当はいろいろ望みとかに使いたかったけど、復旧とか。普通に来てるのかな。お金がないからな、私。絶対上がらんやん、あかんのんだよ。10月。お、いいね。5040万だけどね。バグってるよな。5040万もリアルでもらっても私めちゃめちゃ発狂するでも。いや、これはサイコロ振ろう。普通に1が出たらオール6カードとあれでやっていくって思ったけど。2つ買っとくか。はい。さあ、こっからどう勝てばいいんだろうね。いいカードを手に入れたら勝てると思うんだけど。省エネ中。ここでうんちカード、ぴったりカードって何だったっけ。お、10年に一度。ほら、これを狙ってたんですよ、私。私買ってたからな。エンマかーい。いろいろ食品買ったのに。なんか4年に一度じゃなかった昔に。シロハート。いや、これ、しょうがないよな。期間延長カード使っとくわ。あと何回使えるかっていうのは分からんけどね。はい、使う。ここでなくなったらアウトだから。こっちから行くか。いや、ダメか。いや、マイナス突っ込みたくないよな。今、11月でしょ。こっちにやる。折れちゃうとか、なんか。森っていうのも出てる。あ、いいね、ここ。森。3000万で2倍みたいな感じか。上、うんこがあっていけないけどな。あと12マスか。9000。プラス駅と回るのもいいのか。ただ、オール6カードってまだ取っとった方がいいような気もするけどな。10マスか。一応、移動した先にうんちを落とせる。ワイドワイドバカラッカして。なるほどな。2年間近く減っちゃう。これ使っとくわ、もう。先に使っとこう。どうせもう3年勝負なんだから。ああ、あと1足りないのか。これは、こっちやったらどうなの ?2、4か。なるほど。こっちにしとくか。こっちやったら結構いけるね。ほら。ここに泊まろう。はい。頼むよ。何最果てカードって。初めて手に入れたんだけど。最果てに感じなのかな。2でも上がれるし、4でも上がれるな。6でも上がれる。3分の1の確率か。なんか音楽がちょっと変わってたね。さすがに3分の1は上がれるやろって私でも。頼むよ。漏れちゃうぞ。カード使ってもいいけど。よし、 OK、 上がった。1、2。操作ミス注意や。ちょ、お米買おうか。え、新潟ってこんなに本当土地が畑なの。家とかないの。6億か。これでも勝てんな。オレンジ出してみる。松山か。またあっちの方に行くのか。四国よね、これ。愛媛の。まとめ買いしてみるか。いや、高級魚料理は、まだ買わんでいいよな。こんだけでいいか。はい、やめる。ぶっ飛びカードとかないもんな。4か。まあ、エンマにここを任しといて。うろちょろしてる。55マスか。このままこいつを、シュレッダーカード。あれか、デビルとかを消すやつか。で、ここもなんかマス増えたような気がする。これ、佐渡島。隠し金山パーク 8%。昔マイナスだったイメージがあるけど。
カード、最果て、一番遠い場所に飛ばしてしまう豪華なカード。敵に使う感じか。エアポートとかないの？これ詰んだんだけど、ちょっとサイコロでちょっとお茶を濁す感じにするしかないよな。とりあえずさ、カード引いてみるか。この辺でなんか出るかもしれないから。エンジェルカード、やった。あ、かわいい。しかも杉の銀次も一回合ってるからね。次全額取られるわけじゃなくて、半額とか4分の1とか、そんな感じになると思う。いや、強すぎる。カード引いてよかったわ。目的地使うか。でもカードを引いたら勝てるんじゃない？この3連決勝に。あ、6と当たったじゃん。マジか。目的地バカらしくなってきたな。向かうのが。あと52マスだもんな。とりあえず次は、待とう。お、強すぎないか。刀狩りカードってどっかに売ってない。マジで。刀狩りカードで、奪って、使うっていうのが多分一番いいわ。テレポートカード、ロイヤル EX。8億とかすんじゃん。お金がやばいじゃん、これ。足踏みカードとか、いろいろあるけど。ちょっと物件買いたいな。とりあえず増資もできるんっけ。あ、これ一応3つ買えるのか、全部。全部使い切りたいんだけどね。今回ないのか。決算前なのに。要求被告取ってるし。しょうがないな。ここ買うか。まとめ買いしとくか。私はエンジェルがいるから。いやー、物件全部買っときたかったな、お金。ただこのカード駅でエンジェル手に入れたおかげで助かったってのがあった。いいね、これ5等とか。ちょっと待って。これだ、答え。宝くじカードだ。私だけなんかやばい。ほら、ほら、ほら、ほら。マジか、強いな。物件飛びカード。松山で近くに飛ぶって感じが強すぎるだろう。私、エンマより近いっていうのだけ、ちょっと確認しかんやけん。うわ、10億の買ったか。狙われてるね、戦い。私、初見だからな。これは何なんだ ?1825 年。さっきと同じじゃないか。鉄道の歴史。いやー、決算は私まだまだいいと思うんだけどな。5億とか、ね、着実に買ってるから。いやー、最下位になっちゃった。真面目に頑張ってんのに私。見てこのグラフ。結構私真面目だよ。杉の銀次取られちゃったけど。